アップル iPod Touch iPod Touch iPod Touch とは、アップルが開発、発売していた iPod Touch 第4世代目のモデルである。2010年9月2日に発表され、10月12日に発売された。その約1年後の2011年10月5日に、ホワイトモデルが追加。iPod Touch としては初めて、レティナディスプレイが搭載され、これまでより画質が格段に向上された。 従来のモデルでは SD 画質のビデオのみのサポートだったが、本モデルでは 720pHD 画質のビデオがサポートされている。画面サイズは iPhone 4と同じ3.5インチである。Apple A4 プロセッサが搭載され、メモリは前モデルの32、64GB モデルと同じ 256MB である。カメラが搭載されるようになり、背面、 前面の2つが搭載。背面カメラでは 720p の動画が撮影できる。背面カメラ横にマイクが搭載され、フェイスタイムが利用できる。音声コントロールは利用できるがシリは利用不可である。別売のニケ対応のセンサーと接続することができる。接続するか、設定からニケプラスをオンにすることで、ホームにニケ、iPod アップが追加される。 歩数計、ワークアウトなどの機能が利用できる。iOS6 になってから OS での高度なグラフィック処理によりメモリが不足することが多くなった。アップストア、iTunes ストアを開くだけでも読み込みに時間がかかり、全体的に動作が遅く、ランキングや映画、着信音などの別項目を選択し、読み込む途中でアップが頻繁にクラッシュするようになった。 プライバシー診断データと使用状況データから、ローメモリーや m m d d HHMMSS と記録される。アップを強制終了して再度開いても改善はされない。iOS4 が初期搭載され、iPhone 3GS と同様に、iOS6.16 まで提供された。 同じ Apple A4 を搭載した iPhone 4とは異なり、iOS 7はアップデート対象外となった。ありがとうございます。